こういうことを僕の上司に言わないでくださいね。僕が怒られるんで。お母さんにはもう言ってやるよ。いいって言ってたよ。教えようか。どうして誘拐が成功しないか。あ、教えてよ。身の代金が高いからだよ。ああ、そうそう。江戸で炭治郎が大店の一号屋から盗んだっていう花瓶の花びらの色は赤だったんですね。お達者で。相模屋のご主人、炭治郎親方。ひれいが成敗いたす。家康の本陣へ進め。放て。